税法の37条の2と第37条の2と、まあ、等なんですけど、この地方税法に基づいて、今回は私が直接意見陳述をさせていただき、次の点から総務大臣の判断が違法であると主張いたしました。一つは、地方税法改正前に総務省から発せられていた技術的助言は強制力を持たないものであり、それに従わなかったことは違法ではありません。したがって本市不指定は法律的な根拠なく、地方自治体つまり本市に不利益を強制していることになり、これは明白に地方自治法に違反しております。二つ目に、本市不指定の判断の根拠において、実質的に総務大臣の一辺の告示でもって、地方税法改正後の基準を改正前に遡って適用、つまり法の訴求適用をしているということ。三つ目として、総務大臣が国地方係争処理委員会の決定をないがしろにしているということです。これは委員の皆様に失礼であるのはもちろん、委員会の存在意義を否定しているのと同じでございます。この裁判はもちろん本市のふるさと納税制度への復帰を目指すためのものでございますが、こうした総務大臣、総務省の姿勢や考え方、地方自治体の置かれている状況について、多くの国民の皆様や自治体の皆様に知っていただくことが重要であり、本当の意味での地方自治を目指す上で大変意義のある裁判であると考えております。